察に来た可愛い子、うん、それは可愛いことは言ったけど、で、会いたいなって言ってた。岡山の子言ってたもん。岡山はプリプリプリミちゃんね。だけど大阪のその子が近くにいるのにそこを行かない時点で多分、うん、ゼロワン的には多分顔も見たんだろうから、まあ、ちょっとタイプではないんだろうね。それそういうこと言うのやめてあげて。そう、印象操作するの。いや、印象操作じゃない。だって可愛い女だったら絶対にお前だったらすぐ会いに行くと思う。いや、可愛いでしょ、うん、いや、まあまあ顔は見えなかったからわからないけど、うん、で養分の可愛いと俺の可愛いも違うからね。まずけどがっつかなかった時点で可愛くないな、うん、なんで。じゃあ眉可愛いと思うよ、お前。思わない。うん、俺は思うんだよ。だからタイプが違うんだよ。くるちゃん思うよ。まゆちゃんだって可愛い。だってまゆちゃんの話なんかお前したことないじゃん。くるちゃんの話はよくするけどね、くるは可愛いんだよね、ゆまるも可愛いんだよって言うけど、まゆも可愛い。まゆちゃんだけ唯一配信外で可愛いとか、ま、なんかまゆちゃんの話はしたことない。まゆは本当に綺麗だからね、うん、お前ちょっとさ、俺今までずっと黙ってたけど、何、お前かまゆちゃんの鼻って殴ったの。何を言ってるの。なんかまゆちゃん鼻のあれ整形だからね。あ、うん、ごめん。整形だよあれ。あ、そういうこと。うん、あ、俺ゼロワンが殴った後かと思ってた。だタイプ違う。クルちゃん可愛いと思うの。じゃあクルちゃんは綺麗だと思うよ、うん、あ、綺麗だと思う。変わらないね、うん、ブスではないと思うよ。可愛い子だと思うよ。あ、そう。ゆまるはくれたでしょ。ゆまるだって会ったことないもんね。あ、会ったことないんだ。そうそうそう、うん、会うと会ったことある子しか可愛いとか。ゆまる養分と会うと思うよ、うん、いや俺ゆまるもあんま好きじゃないね。あ、そう、うん、ゆまるちゃんブロック入れてる俺。でも今までで一番付き合ってる時に今までで一番いいって言ってたじゃん。金も持ってる。ゆまる、ああ、銭はあるからな。そういう面を見たら、まあ、ゆまるちゃんがゼロワンシリーズだったら一番ある意味いいんじゃない。金使ってくれんなら。いや、その金は使ってもらってないけどね。それを使わせんで、ゼロワンがうまく、うん、俺そういう貢がせ癖ないもん。なんかゼロワンは違うんだよ。見えっ張りだから金がない時もあるふりをするからね。それはそうですよ、男だから。いや、あのね、見栄あんま張らない方がいいよ。いや、見栄は必要だよ、男は。ちょっとだ、かっこ悪いから。いやいや、見栄は必要だと思うよ。そういう世代だから、俺は。え、お前って何、うん、お金、何、女になんかおごってもらったりするの、ご飯とか。いや、俺は基本誰でも出しちゃう。で、出しちゃうでしょ、それも見栄じゃん。いや、前まで金あったからね。今でも女には出すでしょ。出させないでしょ。まあ出させないかな。ほら、見栄があるよ、ちゃんと。流し入れてるからな。ほら、それは大事な見栄だよ。俺もそうだもん。なんか、あの1000万以上の借金をすると、うん、10万とか50万とか100万ぐらいは、へのかっぱって感じするんだよ。ああね。だから4桁の壁を超えると、うん、なんか、あんま気にならない。それはわかるよ。あの競馬で50万買ってもなんかちょっと物足りないね。そうそうそう、うん、でその50万で500万にしたいなと思っちゃう。ゼロワンもさ、そろそろ落ち着いてなんか第二の人生とか始めたらだから始めようとしてるよ今。あのクルちゃんはやめなよ。何、クルちゃんは行くわけないじゃん。いや、お前ちょっと怪しいから。くるちゃんと、いや、お前は多分そのうち今度くるちゃんがタイミング良ければ多分戻りたくなる。ならないです、それは。くるちゃんはさすがにちょっと汚い。まあね、いや、まあ、多分ね、配信者で一番やれる女だと思う。いや、そんなこともないんじゃない。いや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 、だってだったらミズニャンってやってるじゃん。ミズニャンとも何かしらやってんじゃない。いや、ないんじゃない。だってもうここ最近だけで配信者はもう5人ぐらい行っちゃってるよね。まあ行ってるけど、
それ以外にもリスナーとかもお金もらったり。ああ、まあパパ活しちゃってるからね。10万円払えば誰でもやれるだし、まあ10万だったらやっちゃうかもね。10万あるならもっといい女抱けるよ。10万でプルちゃんだったら払ってもいいのは3000円までだよ。まあ そうなのかな、うん、そうだよ。だって10万あったら、うん、だってもう高級ソープとかいけるんじゃない。でも高級ソープ場よりはプルちゃんの方がいいんじゃないの。よくないだろ。素人感があるじゃん。素人感って言うけど素人じゃないだろう。次々食ってんだから。ブラックバスと一緒だよ。目の前走ってる魚ってどんどん食ってんだでも配信頑張ってるんでしょ多分ね。ナイス。なぜか増えるからね、男と絡むと。いや配信頑張るっていうかさ、なんか見返りにセックスさせてる時点でなんか頑張る方向見失ってるでしょ。で金もちょっと困ってたんじゃない。うん、でも今月で多分潤ったから多分そういうのもなくなるんじゃないですか多分ね。なくなんないんじゃない。なんかもう、ああいう性格なんじゃないのあれって。いや多分落ち着くと思うよ。落ち着くのがね。落ち着くと思う。うん、来月はね。どうだろうね。うん、まゆちゃんなんてゼロワンと離れたらめちゃくちゃ今いい暮らししてるじゃん。まあ今タワーマンなんでしょ。タワーマンなの。なんか毎日すごい高級そうなご飯ばっか食べてるよ、うん、まあ総理じゃないの。総理と言ってるんじゃない。総理も金持ちらしいよ。うん、なんかまゆちゃんもなんか変なラッパーみたいなこと言ってたもんね。ファミリーなんだ俺らは。そうだよ。なんか10年ぐらいの付き合いがねあるらしいかな。次は普通の人で、俺ももう普通の人がいいんだよ。けど絶対配信者にしたくなる。いやだからもうしないんだよ。もうほっとかいな。いやめんどくさいんだよ。で今眉毛やってないけど、眉毛やったらまたハトとかでもうそういうのにコリコリしてるから、もう今来るだってもう普段ハトでもうイライラしてるんだよ。だからもう俺は二度とそういうことはしないよ。ほんとかよ。もう栄養養分が言う栄養はあげない、二度と誰にも。あ、栄養はあげたらダメだよ。うん、もったいないから栄養あげると得しないからね。てかちゃんと何かの形で返してもらったことないでしょ。ね、室ひっかり何しかりっていっぱいいるけど、まあ、何かの形にして返してくれたらない。マリオはたまにファンタくれる。いやあれは、まあ、配信者向いてないからリスナーにさせた方がいいよで向いてないけど可愛いんだよ。違う、リスナーとしてファンタ投げてもらうぐらいでいいわ。いやでも仕事してないしね。いや、うん、配信はちょっと無理だね。いや俺も少しだけ見たことあるけど、なんか無理だと思うな。じゃあカリちゃんに配信やめろとは言わないでしょ。いやカリちゃんに最近言ってるよ俺。カリちゃんは最近 TikTok がバズり始めて。カリちゃんが、ね、そう。だから、あかりちゃんは生放送向いてないから TikToker になるべきだって話を。TikTok ライブがバズってるってこと？違う、動画が。あ、動画がバズってるの。そう。それバズってるってどれぐらいのレベルなのよ。何万再生とか。あー、でも金、つい最近から一気になんかあの再生数がどんどん上がってきた。でも金にならないでしょ。だけど、まあどうだろうね。まだやり始めであれだからやっぱすごいんじゃない。まあ、TikTok やったことだったらわからないけど、なんかやっぱ形としてなんかできてるよ。で養分はフワッチ以外考えてないの。え、フワッチ以外考えてないの。いやだから俺ね、うん、考えたんだけど、うん、だから俺とゼロワンとかで半分ずつ出してなんかお店出そう、飲み屋とかで。いいじゃん。そしたら正直俺はやっていけると思うんで、その辺のね、お店よりは集客率とかも絶対上がると思うんだよ。いやでも共同経営は揉めるんじゃないか。だからもう完全取り班で行くんだよ。ね、完全取り班で。完全。あとパルパルとかさ、ね、パルパルとか入れて3人とかで。まあね、そしたら正直俺ら配信で飯食えなくなってもいい意味で助け合いができるよね、うん、
でもそんな儲かるか？いやだけど飯は食っていけるぐらいあると思う、できると思うけどな。じゃあどっち、っ どこでやるの？言い方は悪いけど、うん、配信で稼ぐのと飲み屋で稼ぐのも一緒だからね。いや絶対揉めるわ。うん、これが俺ベストなんじゃないかなと思うんだけど。しかもそれはどういうバーにするの？いや、なんでもいいやね。普通に、まあ極端な話、もう普通に適当なバーでいいよ。で、適当なバーなんてリスナーがそんな来ないからきついよ。いや、俺らの武器はだから SNS があるから。いや、きついで、そこにプラス新規が入ってくるわけだから。いや、新規も俺はいけると思うんだけどな。いや、あのね、そんな配信者関係呼んでね、配信ワーワーしてるとこにお客さん来ないから。違う違う、配信者は別に呼ぶ必要がないんだよ。うん、リスナーが来やすい形で来てれば、お客さんがまあ数日入ってたら新規のお客さんも俺入ってくると思うんだよ。いや厳しいと思うね。だって俺と養分、俺と養分が配信しててね、投げ銭もしなきゃいけないし、店に来て金も使わなきゃいけないって無理があるよ。いや俺賞味絶対モグゴリよりは絶対儲かると思っとるからね。そうなの？モグゴリってだって一般客なんかまず絶対入ってこないよ。あれもうリスナーのただの投げ銭だから、うん、まあ、おごりシステムがあるからね。賞味モグゴリでね、うん、仕事するぐらいだったら自枠で投げてもらった方が儲かるからね、うん、まあそうだよ。うん、なんでみんなあんなわけのわからないバーで、だから一応リスナーに使わせようとする、すごい無名な人もやってるけど、やっぱそこでやるっていうのがもう嬉しいんじゃない？モグゴリ呼ばれたっていうのが嬉しいんだよ。だって呼ばれても嬉しいと思わんだろ、ゼロワンだって。それは多分そういう人たち、いや嬉しいよ呼ばれたら。だって今までだって何回も呼ばれたことあるやろ。いや久しぶり、2年ぶりに呼ばれたけどね。でしょ。うん、嬉しかった。それは嬉しいでしょ。いくら稼げたの？14万円。14万か。うん、養分は呼ばれたことないの？いや、あるよ、今まで。あ、あるんだ。うん、でも全部断ってる。あ、全部断ってるんだ。パルパルと一緒だね。TJ の小遣い稼ぎしたくない。ああね。TJ に稼がせるなら、うん、他の人に稼がせた方がいいよ。ほんと？じゃあ俺がバーかなんかやったらやってくれる？そりゃやるよ。おお、そうなの？うん。じゃあ頑張るわ。まあ、頑張ろうな、うん、俺ら頑張ろう。ゼロワン、うん、俺ら絶対死なないように頑張るぞ。なんで死ぬのよ、死なないでしょ。いや配信で負ける人間は死ぬからね。来年はまた誰かが死ぬから。誰がこう毎年2人ぐらい死ぬから、来年は次配信に負けた人間が死んでいくから。誰が候補なの？俺の中で、うん、こんな縁起悪い話だけどいい？いいよ。俺は赤津ちゃんとか死ぬと。ちょっとあれはそのうち配信とかで。いやいやいや、縁起悪いわ。いや、ああいうタイプだ。姫ちゃんとか。いや、ちょっとやめた方がいいよ。土地系とか生々しいわ、ちょっとリアルすぎる、生々しい。で、その候補の中にはゼロワンも俺入ってる。俺も死ぬの？いや、入ってる。お前はメンタル弱いから。だから死にそうになったら電話しこいよ。うん、頑張ろうな。俺も苦しいけど頑張るから。うん、お互いいつか苦しい時に助け合えるぐらい頑張ろう。まあせやな。ふわっちはまだ大丈夫？しばらくある？え、ふわっちは大丈夫？何が？あ、サイト？うん、ふわっちはあるだろ。だって俺ら正直ふわっちがなくなったらキャス行けばいいだけだから。いや、キャスもちょっと厳しいんじゃない？いや、キャスはだってバック率が高いんだ。よく言うじゃん、ふわっちの方が稼げるって言うけど、それはおかしな話だから、うん、だってあの生誕祭とか出た時あるじゃん、うん、全然違うじゃん。まあね、ツイキャスの方が絶対稼げるから。じゃあなんでふわっちやってるの君？だってふわっちでお世話になってるじゃん。困った時に
よくしてもらったのふわっちだから、やっぱふわっちでやっていくのが筋じゃん。あ、そういう思いがあるのね。そうそうそう、うん、ふわっちがもし A 番が潰れたら、まあ俺はキャスに帰るけどね。あ、もともとキャス主だしね。うん、まあふわっちがある以上はふわっちで頑張りたいけどな。まあせやな、じゃないとかわいそうやろ。うん、ご飯食べた今日？今日食べたよ、エビフライ。作ったの自分で？うん、カリちゃんとご飯食べた。食べたんだ。今日俺肉うどん作ろうかな。肉うどん？うん、だってやけどしないようにやる。うん、うん、ちゃんとやるよ。いいよ。うん、お風呂も入って、ま、お風呂もね、うん、夜も早く寝よ。うん、12時ぐらい寝ようかな。うん、12時にね、うん、養分も無理すん、たまにはゆっくり休めよ。うん、うん、頑張ろう。うん、頑張ってな。ありがとうね、電話。今度肉うどん作ってな。肉とか豚汁作ってあげるよ。あ、豚汁。ほんじゃ俺生姜焼き作るわ。で、あのハラス焼いてあげるよ。ハラス。あ、ほんとに？鮭の。じゃあ俺あとナスのおひたし作るわ。あ、じゃあ焼きナス作ってあげるよ。あ、ほんとに？そしたらあと俺、そうだな、何作ったろうかな。鮭焼いてあげるから。で、俺あのほうれん草のごまえ作れるよ、うん、俺あともやしのナムル作ってやる。ああ、いいじゃん。楽しみにしてるわ。うん、誕生日なんか欲しいのある？1000万お金以外に。お金以外なんか欲しいのある？お金買ったから、あの保証人とかなってほしい。保証人？ゼロワンに。うん、めっちゃ仲いい人がね、やっと来てるから、ダミーさんもね。気をつけてな。もうほんとこのね、はい、コロナ気にすぎなんだよ。えー、コロナなんか上がらない。うるさい？何がうるさいの？他枠、いや、テルチャンピンの枠にパルパルいたからこうチラチラ見るんだけど、そんなうるさい？うん、音うるさい？スピーカーの音消してるんだけど。音量でかかった？あ、皆さん内装してください。うん、他枠監視、いや、チラチラ見るでしょ、チラチラっと。うん、パルも楽しそうにしてるのかなとかね。うん、政治何やってんのかなとか見るでしょ、チラチラと。うん、で、何の話だったのこれ。うん、イベント合意、これもしょうがないよね。うん、あー、11時半か。なんだかんだで、うん、みんな楽しそうに頑張ってる。俺はうどん作ろうかな。お腹すいた。それかもうウーバー行こうかな。うん、肉うどん。うどん作ろうかな。うん、で、ゼロクル復活希望さん、名前変えてくれる？うん、クルに戻らないからね、絶対やめてね。うん、で、イガグリよかったらください、イガグリ。うん、アイテムが全く飛びません。で、しかもコメントはずっと見てたんだけど、リリちゃんがね、また養分養分言ってたよね、リリちゃん。なんなんだろうね、あの子。で、すいませんって、リリちゃん何させたい？何がしたいの？リリちゃん、養分養分って。
な、何がしたいの？眠たくなるな。なんか養分と電話してなんか落ち着いちゃったね。うん、なんか落ち着くね。うん、あの感じが。